じゃあ第今日はね、ラッキー、100回に1回のラッキーン回ということで、えー、まあ今日は、玉先生のね、あの、運のいい話を、どうでもいい雑談玉ラジオをね、今日はやっていこうかなと思います。ま七77回といえばね、ラッキーンということで、ま、毎回ね、玉先生は運がいいんだみたいな話をしてるんだけど、あの、まあ今日ね、七夕だし、ちょうどいいじゃん。で、さらに、あの、今年はね、えー、今までの人生の中で一番ね、 運がいいんだよ、もうマジで。本当によくわかんない。もう俺も、もう止められなくて運の良さを。で、使い切れないからしょうがないんでね。あの、今年は、ちょっと、えっ、ー、と、いつもよりもね、あの、たくさんの人と会って、あの、とりあえず、あの、俺の使い切れない運をね、それはもうあの、こう、ばらまきまくろうというか、渡そうというか、まあ、そんな気持ちでね、いろんな人に会ってます。まあ、これでね、運が渡せるのかわかんないんだけど、もう、わかんないじゃん、やり方。ね、LINE で送れるんだったら送ってあげたいんだけど、もうあの、やり方わからんから、一緒にいたら、その、俺の運の良さが、その、近いとね、 あの俺にいいことは、例えば、ま、あよくわからんけど、えっ、ー、とー、なんだろうな、あの、俺が、例えば朝、とことか歩いてて、で、あのー、なんていうの、例えば、お腹痛たって言ってるおばあちゃんを助けて、あのー、ね、なんていうか病院連れてって、じゃあ、まあ、おばあちゃん元気でねって,って見送ったら、あのー、三ヶ月後ぐらいに、あのー、なんていうの、こ二十メートルぐらいの、とんでもない長いロールスロイスがオレンジの前に止まって、あのー、こちらですかと、あの、先日、あの、奥様が、あの、非常に助かったということで、こちらの旦那、えっ、ー、と、旦那様に一千万、 渡しししてていいとことこ使ってまいりまりたみたいな黒服のメガネがあのグラサンのメガネがねやってきて渡すみたいなことがあったとしようマジでみたいなってなればまあそのねあの1000万もらったら俺の周りにいたやつもあのじゃあちょっとその1000万でうまいもん食おうかってなった時にあのじゃあちょっとお前もせっかくだから一緒に行こうぜとかで食うことになるかもしれないじゃんまあそういうことよだから俺に運がいいことがあると俺の周りにいた時にちょっとその恩恵も受けるじゃんということでうんまあ例えば俺が面白い人に会ったってなったらその横にいればねあのそれとも合うだろうしだから少なくともまあ,あの一緒に いる頻度が増えればね、運が渡る可能性というか、運の恩恵をね、俺の恩恵を、あの、なんていうかな、使うことも多いかなと思って、今年はね、いろんな人と会うようにしてます。まあ、だから結局、なんていうのあの、ちょっとね、予備校も、あの、増やしたし、普通はね、熊本でしかやらないんだけど、俺が例えば大阪行った時に大阪予備校とかね、やったのも、まあ、そのために、まあ、とにかくいろんな人に、とりあえずね、あの、ちなみでも会っといた方がいいかなと思ってね、そんな風にしてました。けど、今年はね、ほんと、もう33の時は、もう止められなかったんだけど、同じように運、運気が。もう、で、そのね、 あの理科の先生だから、あんまりそういうこう、非科学的なことは言いたくはないんだけど、まあだからもう、あの、どうでもいいからね、聞かないでくれ。ましていやでもね、そう、その33の時と同じぐらいの運気が、今年来てる。33の時はね、秋ぐらいに気づいたの、ね、あ、今年なんかおかしくないかなと思って。運が良すぎて。うん。で、えっ、ー、と、そういうことがあったんで、ね、今年ね、あの、新年早々からめちゃくちゃ運がいいんだけど、早々と3月ぐらいに気づいて、今年はね、だからこう、いろんな人と会って、うん。まあ、その、持て余す運をね、あの、なんかばらまっこう、みたいな感じでね、えー、今のとこ生きてます。うん、もうだってね、 俺は、自分の肩書きというか、まあ、あのー、一番一言で表すと、何ですかって言われた時、ラッキーボーイだって俺は必ず、言うとか、俺の認識はそこにある、うん。俺の特徴は何ですかって言われたら、とにかくめちゃくちゃ運がいいんよ。うん、本当に、もう、なんていうのかな、こう、あのー、ポジティブだねじゃなくて、いや、ほんと、まあ、まずじゃあちょっとこの話をしていこう。で、今年が異常にちょっと運が良すぎたので、いつもはね、俺の人生で運が良かった話をするんだけど、えー、今年は、えー、今回は、えー、今年に限った話をめちゃくちゃやっていこうと思う。っ、う、て、ん、いうのも、そもそも今年あれ変だなって思ったのが、 あの、おみくじうん。おみくじを、その33の時にね、めちゃくちゃ運が良かったっていう時は、もう3回連続大吉が出たのよ。うん、てか、そもそも、えっと、一発目に大吉を引いたら、俺は基本的に引かない。なんか、大吉出たと中吉とか小吉とかさ、水吉なんか出たら、なんか、へこむじゃん、なんか。なんていうのあの、後々の方が、こう、書き換えられたというか、強いというか。ね。あの、例えばさ、あの人さ、バカだけどいいやつなんだよって言うのと、あいついいやつだけどバカなんだよって言うんだったらさ、あの、バカだけどいいやつの方がいい気がしない なん,かうんね、なんかねなんからの方が強いのさ例えばカレーライスって言ったらご飯の食い物ねライスカレーって言ったらやっぱカ,カレーがメインとかねカレーパンって言われたらカレー味のパンじゃんやっぱだから後ろが強いんだよ基本的に何でもなんだけどうんだニコニコプンっていうのは怒ってんの笑ってんのちょっと怒り気味だよっていうことになるわけうんでまあまあそういうこともあって基本的に大吉が出たら引かないんだけどでもやっぱりこう人付き合いってあるからさ あの、弾くわけだよ。しょうがなく。ね。まあ、もうみんなで弾こうよって言われたら、いや、ちょっと俺、実はさ、弾けないんだとかさ、大吉出たから弾きたくないんだとも、言うわけにもいかないじゃん。なんか空気壊れるし、わかったわかったみたいな。じゃ、弾こう弾こうとかこうって、弾くじゃん。大吉なんだよ。マジで。33の時、それ3連続起きた。うん。だからわざわざね、教え子が、東京見物連れて行くよって言って、浅草とか回ってくれたらさ、やっぱその浅草でおみくじ引かないとかないじゃん。で、今年もやっぱ似たようなことがあったんだけど、今年さ、4回やったんだよ、それが。ほんとに。で、おいおかしいなって。なんだ、まあ、33の話はまた後でや,やろうか。 うん、で、しかもその、なんていうかな、俺は毎年のルーティーンというか、まあ、ある程度決まったことも多いわけね。例えばお正月は、えー、親戚一同集まって寿司食うとかなんだけど、今年はそこに、あの、牡蠣と、ね、あの、牡蠣とあの、海の牡蠣ね、殻付きのすごい牡蠣が来て、さらにそこにカニまで増えたのよ。うん、だなんかさ、もう本当にこう、超豪華。馬刺しに寿司に、牡蠣に、カニにって、ね、すげえ正月したなって。で、その後東京行くんだけど、東京行った時は、 久しぶりにね、あの、東京行くんだーって。で、あの、東京の時の、あの、東京に住んでる、まあ、千葉かな熟成に会ったら、その、たま先生、その、東京でどこ泊まりますかみたいな。いや、まあ、多分、ネカフェだよって言ってたら、ちょ、あの、ホテル行きませんかって言われて。だそいつがなんかカード持ってんだけど、カード持ってると、ね、一年間で一回とんでもないすごいホテルに泊まれるのね。うん。で、しかも、そいつの誕生日だから、じゃあの、めちゃくちゃ贅沢なホテルに泊まろうと思ってるんですけど、ちょうど俺が行く日がその日で。で、あの、なんていうの まさにその時に泊まるっていうことだったんで、あのー、そいつのそのゴージャスホテルにお呼ばれして、ただでホテルに泊まったりとか。ね、で、ホテルに、超ゴージャスホテルに泊まるとかね、まあ、そもそもホテルに泊まるだけでも結構すごいんだけど、ちなみに俺は2月に、あのー、そうなんていうの、そこまでのゴージャスホテルじゃないけど、1ヶ月間、あの、ホテル生活をしたり、結構セレブなね、生活を偶然が重なってね、やらせてもらいました。うん。いやー、今年はね、本当によくわかんない。マジで。うん。で、その後、またね、あのー、もう、なんていうの 超高級牛肉ランチとかね。で、仕事の方もうまくいって。だから、えっと、今年は、えー、本を今ね、あのー、また秋ぐらいに出すんだけど、それも、あのー、だから今年出そうと思って。今年運がいいから、なんか、今年出した本だったらたくさん人助けれるかもしれんなと思って。だから今年はいろんな人と会いながら、いろんなことを始めようという年にしてます。うん。いや、でも本当に、まあ、すごいね、本当よくわかんないの。もういいことばっかりある。うん、先月も今月も、もうちょっとね、本当止められない感じになってて。うん。 だから、なんか、本当にうまくいくんじゃないのかなよくわかんないけど。本当によくわかんない。何がうまくいくのかもわかんないけど、なんかね、いいことしか起きてない、今年は、うん。で、これね、33の時何があったかというと、33の時ね、えっと、俺、三重県にいたんだけど、その当時、あの、まずそもそもさ、3回連続大吉が出た時点で、えって思うわけよ、うん。そしたらさ、あの、その時あの、あれ、東日本大震災があって三年、2年、3年経った時とかで、で俺はその、東日本大震災の、 すごさ,さもちょっと見なきゃなっていう思いもあって、東北に行ったのね。うん、で、そこで、まあ、東北に行ったのねって言いながら、あの東日本大震災のすごさも、うわとんでもないことになったんだなって感じながらも、まあ、普通に東北観光しまくって、<laughs> 実はね、うん。で、岩手でね、芸備系っていうところに行くんだけど、そこ行くと、うんたまっていうの投げれるのね、100円で5個。うん、で、100円で5個、うんたまっていうのを投げて、遠くにある川の向こうにあるね、芸備系ってあの、すごい綺麗な川と、えっと、絶壁の壁。岩手県で一番好きなのはそこなんだけど、あのー、なんていうの そこに行って、運玉っていうのを投げれるんだけど、だいたいね、2,30人ぐらいのグループで行くと、一人入る人が出るんだって。うん。で、俺は、入った。<laughs> そのグループで唯一俺だけ入った、スポポーンって。まあ、ソフトボールしてたっていうのもあるんだろうけどさ、うん、スポって入って、やったぜって、運玉入ったねの、あの、おめでとう賞をいただきました。ね、うん。まあ、そんな感じでね、その年って、あ、今年なんか変に運がいいなぐらいに思ってたんだけど、あの時はね、本当に、すごかった。もう何してもね、うまくいくんだよ。どん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 。で、 あの例えばあの時予備校とかもやってけど予備校もねあの今こうして続いてるぐらいうまくいってるしでえっとまあ一番大きかったのは実はね俺33の時に大腸がんになったわけさであのー、なんでねそれが発見して、まあ、無事ねあの早期発見治療ができたのかっていうと8月に、ね、兄貴から「あのおおごめんよー」って兄貴はそのちょっといろんな仕事してるんで、まあ、農協って言ってね、あのー、農家の人たちをあの助ける仕事をしてるんだけど保険とかも農協ってそのー。 農家のお助けだったら何でもするの。だから家電も売るし、スーツも売るし、保険もやるし、葬儀もやるしって全部やるんだけど、兄貴もいろんな仕事してて、では保険にはノルマがあるわけ。で、兄貴が出てってって言って、うーごめんよーみたいなう。ちょっとノルマ足りないからさ、って。お前勝手にガン保険入れといていいって言われて。うん、あ、だもなんか、ちょっと入ってくんないみたいな。ガン保険入ってくんないって言われて。あいいよーって言って8月にね、兄貴に言われて、ガン保険入って。で、そんなこんなで9月になった時に、母ちゃんがしょぼぼーんってしてるわけよ。母ちゃんどうしたのみたいな。したら、お母さんなんか、腫瘍があるって言われたんだって。 で、精密検査したら、両性腫瘍だったんでね、全然大したことないよって、気にしなくていいよって言われて、ほっとした、みたいな感じだったんだけど、ちょうど俺がね、10月に、あの、5年ぶりの、ウェブ玉がね、ちょっと良くなった年、33でね、ウェブ玉結構良くなったのよ。うん、その時までね、結構大変だった。ウェブ玉始めた時はね、すごかった。もう、1年目とか、きっとこんな上手くいくだろうとか言ってた早速赤字150万叩き出して、やばいって、300万しか金ないのにって、金なくなったら辞めるって言ってんのにって、やばいってなって、2年目から給料5000円。で、3年目からね、オーナーもちょっと増えて、2万円になって、 で、えっ、ー、と、31で、えゃ、ー、ん ?29 で5000円、30で2万円、31で、えー、3万円、えぇ、ー、で、えー、32で、えー、6万円。すごいよね。あの当時でなかなか給料上がらない中で、1.5倍とか倍とか、とんでもない給料の上がり方。で、33で8万円とね、結構上がってた年です。ね、ノリノリのに乗ってた時、うん。もうその時に、あのー、 まあちょっとね軌道にも乗って少しお金もね前よりだいぶだいぶって言ってもまだね2桁いってなかったんですけどあのそこそこ稼げるようになったら健康診断しようとかって思ってたわけで10月に健康診断するんだけど5年ぶりぐらいにね学校の先生の時は毎年やってたから義務でうだったけど学校の先生辞めてからは初めてやるってなった時に母ちゃんのそんな様子を見てたし5年分ね行ってないからまあじゃあ5年分健康診断に行ったと思ってと思ってあのー、まあ実際そんなかかんないの普通の健康診断の倍ぐらい金払うとフルセットって言って全部調べてくれるわけもう何から何まで細かいところまでいっぱい調べてくれるフルセットがあってそのフルセットを頼んだの。 大腸カメラ、胃カメラとかね、全部やるやつ、うん。そしたらさ、もうそうよ。案の定、病院から、すいません。悪性腫瘍ですって言われて。でもね、発見してよかったですね。大腸って痛覚ないから、あの、基本的に大腸がんになっても全然気づかないの。みんな。で、大腸は痛みがないじゃん。だから大腸がんが大きく育った後、大腸から他に転移して、他の機能が落ちた時にあれおかしいなって言って出てるから、大腸がんから始まった人たちって、気づく時にはいろんな臓器に転移してて、結構進んでたり悪かったりはすんのね。うん。そういう中で、 あのー、なんていうのもう全く痛みがない症状もないような時に大腸がんが発見されて、ね、すごくないうちの母ちゃんがね陽性腫瘍とかでしょんぼりしてなければ大腸検査とか胃カメラとかやんなかったからね、うん、ででもねその時は俺三重にいるんだけど普通は親父がね「今年みかんとんでもなく豊作でちょっと人手が足らなくて大変なのよ」と「つまんちょっとこう熊本にいてあのみかん狩り手伝ってくんねえか?」って言われて、ね、で秋に熊本に呼ばれてそのままちょっと、あのー、しばらくみかん狩り手伝ってくれって、ね、で2週間ぐらい延長してくれって言われて 結構長く滞在してたんだよ熊本にだったから病院からすいませんってその検査結果出て悪性だったんですぐ手術したいんですけど今三重にお住まいですよねといつだったら熊本来れますか熊本で手術しましょうとダメなら三重で手術した方が絶対いいです早くしてくださいみたいなすごくない、ね、これで早期発見してでえー、っとがんが分かってでがんの治療代は全部兄貴がねあのノルマのために入れた8月のそのがん保険で全部うまくいってうだってねなんか調査されたもんなんか がん保険入ってその3ヶ月後に悪性腫瘍ですって言われたってさできすぎじゃんねだから実はがんって分かってて保険入ったんじゃないのみたいな言われたけどもう全然そんなこともなくてもうびっくりだったねうんで本当に今年はねあのー、運がいいなーで終わったんだけどその何ていうのだからもうがんって言われた時もなんか今年の俺だったら治る気がするって思っただけあって、ね、転移前のステージ2ということで無事ね治りました、うん、で え結局みかん狩りもう終わってさで、えー、じゃあまた三重に帰るかって言って12月半ばぐらいに帰るってなって熊本,で熊本を出てね車でブーンって三重に戻ってる途中の山口で煙吹いてモコ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 ,モコって高速道路でね煙吹いてわーって車死んじゃうって言ってもう車がね、あのー、ちょっと壊れたんだけど、あのー、中古でね買って2週間とかだったのねで、あのー、俺の友達だったね友達の車屋さんに「ごめん」ってお前から買ったねこの前の中古の車さって今のその車吹いて山口で動かなくなっちゃったんだよって。 修理とかもろもろで1ヶ月ぐらいかかるんだってって言われたら友達がさすっもう仕事終わった後すっ飛んできてくれて5時間ぐらい高速で突っ走ってでごめんってその中古とはいえねだからあの何、ー、て言うのかなやっぱ勝手に2週間で壊れるような車を売ってしまってねこれは本当に申し訳ないことしたって言ってでグレードの高いねあのもう1個1個ランク上のね車をねあのタダでくれましたごめんって、うん、これはお前の車の交代交代として会社として一応これ出させてくれって言ってね車がランクが上がった上でもさすがにね あのー、まあ、その準備にね、1ヶ月ぐらい、1ヶ月まではかかんないけど、まあまあかかるよって。そもそもその、ほら、修理ができるかどうかを見てくれたんだよね、中古の車。で、もうゅ、修理がなかなか難しそうなエンジンの煙の吹き具合だったんで、これちょっと難しいから、ランク1個上のやつをただで上げるからこれ乗ってって言われて渡されるんだけど、俺もね、さすがにね、いやー、これね、車ぶっ壊れたら、車ぶっ壊れていいことなんかないっしょ、と。うん。まあ、今年は異常に運が良く、この時気づいてんだよ、もう。今年なんか異常に運が良い,いな、気持ち悪いな、と思ってて。うん。とはいえ、さすがにね、もう、さすがに車、車壊れて、 で、えっと、熊本戻されて、家に行く予定がね、熊本戻されて、いいことなんかあるわけないじゃんって思ってたんだけど、そしたらね、あの年末年始のね、一番忙しい時期に、うちのばあちゃんがね、急に老衰っていうことでねあの、本当に家にいて眠ったまんま亡くなって、俺、その熊本行ったから、本当に最後の最後、うん、最後の日まで、一緒にねあの、過ごしたり、ご飯食べたりすることができてて。 最後の最後にね、あのー、ばあちゃんの死に目に会えたというか、最後まで一緒に入れたっていうのが、なんかね、本当に良かったなと思った。ああ、これかって。だから原因は、分かった。それ、33の時、非常にいい、あのー、うん、運の理由がじいちゃんなんだなと思った。じいちゃんがね、5年前に死んでて、ウェブ玉、じいちゃん亡くなってすぐ始めたんだけど、そっからめちゃくちゃ、いいことばっかりめちゃくちゃ起きてんのよ。うん。で、ああ、じいちゃんが、ね、俺の夢を応援してくれてんのかなと。で、5年目になって、5年目くらいからね、要はその、なんていうの、こう、じいちゃん、 とかのパワーが強くなるらしいんだけど5年目過ぎたあたりからね、うん、でちょうどほら5年目じゃん33とかだからねでああだあじいちゃんばあちゃん好きだったからさあの最後にばあちゃんの新夢に合わせたくて俺ね見に行こうとすんのをムーンって引き止めたんかなと思ってね、うん、で結局引き止まったし車は良くなったしばあちゃんの新夢に会えたし本当に山口でね車から煙吹いた時はマジどうしようかなとかねどうすんのこれって思ったけど本当にそれで良かったなって俺は思ったうん、なんかね聞いてると そんなことあんのって思うでしょただ事実を述べてるだけだからね今年ももういっぱいこういうことが起きてまあ、いくつかちょっと言えないこともあるんでね、うん、でもとにかく運がいいことです、うん、だから多分ね今年はいろんな人に会って運を渡してすごいいいことがあるだろうから。 振り巻いて過ごしてようかなと思うので、あの、レッドブルカーを見かけたらね、あの、店員、なんていうかな、あの、運転手の人に声かけるとレッドブルもらえるみたいな感じで、まあ、どっかで、日本中のどっかにね、玉先生いますんで、まあ、いたらね、あの、俺から運、運をね、もらっといてください。<laughs> きっといいことあるかもね、うん。まあ、なんなんだそれって感じですけど。もう本当にね、えっと、運がいいんで、まあ、もし、えっと、興味がある人はね、他の77回を聞いてみてください。玉先生がね、これまで運が良かった話をね、ちょ、ちょこちょこ聞けるかなと思います。ちなみに、えっと、まあ、だからね、俺の特徴は、 ラッキーボーイだって言ってるけどラッキーってそもそもチャンスをがやってくる回数だと思ってるのねでえっ、ー、とチャンスがあってもやっぱ努力して動いて掴まなきゃいけないボート座ってたり立てたりしてやったらなかなかつかめないただ掴もうにもチャンスが来なかったら掴めないからやっぱそ,のそこがねあのチャンスのあるなし多い少ないが運の良さ悪さだと俺は思ってるでただねやっぱ俺はもうラッキーボーイだからとにかく運がいいんだけどチャンスいっぱい来るんだけど俺ほどチャンスが来ることってあんまないからだからやっぱいろんなやつらがね努力してて頑張ってても ね。で、大丈夫か頑張れよ。元気出せって言ったってさ。いや、玉先生、運がいいからいいじゃんって言われたら、俺は何も言い返せないわけよ。まあ確かに、だって運はいいからなって。うん。ね。そうそうそう。だから例えば自分が頑張ってたらお前頑張れって言える。し、その、自分が我慢してたらお前も我慢。俺も我慢してんだからお前も我慢しろよとかは言いやすいかもしんないけど。 例えばイケメンから、いやいや、人生顔じゃないって,って言われたらクソわって、思うじゃんお,お前の顔で言ってんじゃねえよとか、金持ちにね。いやいや、人生金じゃねえぜって言われて、いや、お前金持ってんじゃんって言われるやん。あれでしょ俺、運をめちゃくちゃ持ってるから、運悪い奴に、どんまいどんまいって人生ねい、いいことあるよって言ってて、いいや、お前運いいだろ、バカだれって言われたら、やっぱ言い返せないじゃん。だから俺は、夢ハウスを作ったり、えー、店長体験できる玉カフェを作ったりして、で、新のサポートの無料ウェブ玉とかね、予備校とかやって、みんなにチャンスない奴にチャンスをあげようとしてるわけさ。そしたら言い訳できないだろ。チャンスあるけど それは自分のせいになるから自分のせいだったら納得できるんだよ。あの時チャンスあったけど、俺は掴まなかった。俺は努力しなかった。俺は準備しなかったって言えるじゃん。だからそうしてる。うん、俺は本当にでも、まあ、俺の場合はね、でも本当に使い切れないぐらいチャンスが来るから、うん、本当にね、なんか、やっぱある程度努力しても準備してもつかめないチャンスってある,あるのね。やっぱり最後は運というか、確率というか、俺らができることって、その確率、つかむ確率を高めることまでしかできない。 実際つかめるかどうかは最後のね、部分は運にもよるものなんだろうけど、俺の場合はチャンスが多すぎるから、意外とそこそこ準備してたら、大体ね、と何回目かでつかめるのよ。うん。まあ、それぐらいのね、ラッキーボーイなんでね、今年は何でもやりたいことが全部叶う年なんでね、でもう全部、極力ね、いろんなことをやっちゃおうかなと思ってます。というわけで、えー、第377回よくわからん雑談、たまラジオでした。ここまで聞いてくれてありがとうな。ちなみに俺の肩書きは、ラッキーボーイ。これは運命だなと思ったよ。なぜなら、ラッキーボーイ。これ日本語で書くと。 運がある、いや、玉先生、ボーイじゃないじゃんって言うかもしんないけど、俺がボーイってか、こだわってんのは、運がある子供って書くじゃん。運がある子供、訳して運か。ということで、お疲れ様でした。